になってまして、今から下流のバルブ、蛇口をひねっていただくと、このようにバルブをひねっただけで電気も使わずに、土砂を下流に排出するといった仕組みになっています。でこの装置、このまま放っておきますと、このパネルのようにどんどんこう頭が潜ってきまして、たくさんの場所を吸って、最終的には、こちらのパネルのように最後水橋状になるまで土砂を吸うといった、装置になっています。でこの装置については、こういった小さい模型、それから、この足元にあるのが室内実験などで使っている模型です。それから最終的に、現地実験ということで、この、ファンの内側の大きさ、大体30センチぐらい、非常に大きな、模型を使いまして、現地でも実験しているところです。で現地でも実験しまして、実際に現地でもこのように土砂を排出できることを確認しています。このようにこの装置を使いますと、比較的低コストで、ダミーに溜まった土砂を、下流に流すことができる装置になっています。でこのような装置を今、この実験施設内で、向こうにちょっと大きな水槽もあるんですけども、ああいう水槽ですとか電気実験の中で、研究開発を進めているところです。水中で行って、この水中実験施設で行っている研究の内容についての紹介は以上になります。で次に、ちょっとダムの、概要について説明していきたいのですが、その前に、